本格的な雪のシーズンに備え、田島地域での安全な道路交通を確保しようと、豊岡市で道路上の雪を取り除く除雪機動隊の発隊式が行われました。田島地域では豊岡市と新温泉町、それに養父市の3つの土木事務所で除雪車など176台を所有していて、道路上の積雪や凍結に注意が必要な12月から3月までの間、除雪作業を行っています。除雪車は積雪が15センチを超えた場合に出動するということで、今日は3つの土木事務所が合同で除雪機動隊の発隊式を行いました。車両は点検を終えた後、地元の幼稚園児にお披露目され、記念撮影が行われました。今シーズンの積雪量は平年並みかやや多いと聞いておりますけれども、県民の皆様におかれましても、気象情報の収集や予定の変更、不要不急の外出を控えるなど、ご協力をお願いしたいと思っております。道路の積雪量はインターネット上の兵庫県道路総合管理システムで確認できるということで、県は田島地域を車で走行する際は冬用タイヤの装着など対策を取るように呼びかけています。